エゴグラムというのは、うん、ちょっとウィキペディアの紹介を借りると、うん、エリック・バーンの交流分析における自我状態をもとに、弟子であるジョン・M・デュセイが考案した性格診断法であると、うん、要は人の心を5つに分類し、うん、その自我状態が放出するエネルギーの高さをグラフにしたものだよと、うんうんうん、要は、CP、うん、クリティカルペアレンツ、うん、と NP、うん、ナチュラルペアレンツ、うん、A、アダルト、うん、大人ですと、うん、で要は FC はフリーチャイルド、うん、自由な子供、うん、で AC はアダプトチャイルド、うん、適応する子供、うん、この5つを要は自分でどう感じているか、うん、っていうのをこの棒グラフにしたもの、はい、でその交流分析っていうのは例えばじゃあその子供がこの新版 TEG2、うん、これエゴグラムの紹介プラス、はい、要は各心療内科とか、うん、大学とか、うん、家庭内家庭裁判所とかがこのエゴグラムをどんな風に使ってますよ、うんうん、っていう紹介の事例の本なんですけど、うん、本人がエゴグラムをやります、はい、で例えば、うん、グレちゃった少年とか少女と、うんうん、例えばじゃあ親が同じように、うん、僕がこの少年だったらこうだろうな、うん、っていうのをやった時に、うん、どんな乖離があるかズレがあるか、うん、要は親が理解している子供像と、うん、子供自身の自分の像、うん、自分が親だった場合と子供だった場合両方ってこと。あ、ごめんなさい、僕の説明が下手ですね要は家庭内裁判所の例を出す と、はい、ぐれてしまった子供がいますと、うん、あとその親もいますと、はいはい、要はその二人で一緒に、うん、少年は少年のままエゴグラムをやる、うんうん、で親は親で、この自分の子供になったつもりでエゴグラムをやる、うんうん、要は僕は子供のことは知っているからやる、うんうん、と結構その理解に大きなズレがありますねと。じゃあそのズレってなんだろうね、うんうん、っていうので要はそのなんて言うんでしょう、人の心を整えていくというかプラスの方向に向けていくのがエゴグラムなのかな、うん、っていう理解を僕はしています。グレてなくてもですね。あ、もちろん、うん、いやまあ一例出す、うん、一例を挙げただけ。二等兵が二等兵の子供のつもりになって、はい、やるのと子供がそのままやるのと、うん、別にどれだけずれてるかっていう話です、はいはいはい、要は交流するときに、うんうん、要は親は分かったつもりかもしれないけど、うんうん、実は全然分かってないっていうケースがあるよね、うん、みたいなこととか、まあ、あとはそのやる本人も、うん、自分が、うん、どんな考え方をしているか、はい、うん、っていうところを、うんうん、理解することで、はい、あ、自分が理解でき、うん、欠点が理解でき、うん、あ、でも本当になりたい僕ってここにあるよね、うん、だったらそこに向かいましょうよ、うん、っていうのをやるのがエゴグラムなんだなって思いました、うんうん、はい、で細かい紹介とかってした方がいいんですかね。要は CP クリティカルペアレンツっていうのは、うんうん、ま、批判的な親で、はい、まあ、した方がいいかもしれないですね、ざっくりざっくり、うん、まず CP というのは、うん、クリティカルペアレンツ、うん、これは、批判的なクリティカル、うん、批判的な親ですと、うん、厳しい心、うん、自分の価値観を正しいものと信じて譲らず、うん、責任を持って行動し他人に批判的であると、うん、っていうのが CP、うん、で NP っていうのは、これね僕英語がとても苦手なのでまあ、これってナチュラリングですよね。これってナチュラルですよねっていうことですよね、はい、要はナチュラリングペアレンツ、うん、寛容的な親ですと、うん、優しい心、愛情深く他人を思いやって行動し、うん、世話好きで、うん、保護的で親切であると、うん、でこの部分が低いと冷淡な性格になると、うんうん、で CP、NP を言いました、うん、で次 A、うん、A っていうのがアダルト、うん、これ大人の心ですと、うんうん、
でこれは論理的な心で現実を重視、うん、知的で計算力が高く、うん、聡明で、うん、頭脳明晰で合理的だと、うん、でこの部分が低いと、うん、ヒャッハーな感じになると、うんうん、非合理的ってことですね。はいはいはい、で FC、うん、これはフリーチャイルド、うん、自由な心の子供ですと、うん、でここは、明るく、これが高いと明るく好奇心旺盛で、うん、ユーモアがあり、うん、自己中心性、うん、自己中心的であると、うん、でこの部分が低いと、うん、閉鎖的で暗い性格になると、うんうん、で AC っていうのは、うん、アダプトチャイルド、うん、アダプト適応する子供ですと、うん、要は協調的な心で、うん、他人からの評価を気にして、うん、言いたいことを言わずに我慢する、うん、上旬で遠慮がちであると、うん、でこの部分が低いと、うん、体調みたいな感じになるよと、うん、マイペース、マイペース、超マイペースと、うん、っていうこの5つ CP、はい、NP、A、FC、うん、AC っていうのを、うん、自分でこの棒グラフにしてみる、うんうん、棒グラフにすると、うん、ピントは合うか、19タイプ、どこが高いとか、うんうんうん、N 型とかいろいろあるんですけど、うんうんうん、CP 優位、NP 優位とか、うんうん、とか、まあ、低いとか、はい、台形型、U 型とか、うん、N 型、逆 N とか、うん、あって、まあ、ただこれは、うん、要は場面で変わるんです、うんうん、要は今状況にが変わると変わる、状況が変わると変わる、うん、からその、900をドーンって突破してると思ったら、うん、2週間ビタって、うんうん、800人の時の僕にこんなんやらしたら、うん、もうろくでもないんですよ多分、うん、多分まあ全てが低いのか、うん、まあ、べきだけが高いのか、うん、まあ、だから変わるってことですよね、800台と900台で変わる、はい、今日超笑顔、うん、あ、皆さん、あれ、本当、本当ありがとうございます。もう、はい、日々勉強して、はい、皆様とう、うん、交流ですよ。交流。大切なのは交流なんですよ。うんうん、というのは、うん、これを見ているときに、はい、ま、まあ、このエゴグラム、うん、ウィキペディアの説明でもあるんですけども、うん、心理学者の村上信弘さんかな、うん、によると、うん、エゴグラムという心理テストは、うん、フロイトの心の構造モデルをもとに、うん、日本で、あ、エゴグラムという心理テストですね、うんうんうん、は、日本の、うん、日本で考案され、うん、自我を自分 A、 超自我を批判的父 CP、うん、で養育的母 NP、うん、自由な子供 FC、うん、順応した子供 AC に分割して作成されたものというと、うんうん、エゴグラムは低く普及したが、うん、妥当性はあまり高くなく一種の心理ゲームとして用いられていることがこの心理学者によって指摘されている、うんうん、もちろんこのエゴグラムを使って、はい、心理ゲームとしてじゃなく、うん、ちゃんと医療現場で使ってるよっていう、うん、報告はされてるんですけども、はい、まあそういう一面もある、うん、まあエニアグラムもそうですよねし、はい、これを見ていたときに、うん、要は父とか母とか出てくるじゃないですか、うんうん、要はユングにも、うん、要は、まあ、父母じゃないんですけど、はい、アニマ、アニムスっていう、うん、自分の中にある男性的なところと女性的なところみたいなのが、うん、コンプレックスで出てくるよっていうのが出てきて、うんうんうん、あ、結局はその MBTI もそうだし、うん、まあ、このエゴグラムもユングに降りてきたなと、うん、あ、ユングに降りてきたしない、ユングに行き着くんだなと、うん、元が、うんうん、